台風がの後見通しがかなり良くなりましたね、かなり大きな木もバンバン倒れましたのでね、見通しが良くなっております。あちこちでね、電信柱も倒れておりますのでね、お気をつけくださいませ。はい、このグアムの面積なんですが約549キロ平方メートル、これは日本で言いますとなんと淡路島とほぼ同じ大きさになっちゃいますね。その中に人口は約13万5000。テストを受けて5ドル払えば取れちゃうんですね、かかる費用は5ドル700円程度ですから、16歳になりましたらみんな免許証を持ってますよ。事故が多いのはその線もあるんじゃないでしょうか。皆があれを超えますといきなり深くなりまして、一番深いところ1万1000メートルのマリアナ海溝、世界で一番深い海溝がここを通ってるんですね。このアガニア湾、波の手前は浅い割には岩とか石がゴロゴロしてなくてジェットスキーに最適ということなんですね。でこのジェットスキーですが、日本でですと小型船舶の4級免許持っていない限り乗れないものなんですが、こちらでは免許証なしで乗れます。自転車乗れる人でしたら大概の人が乗れちゃいますので、前からやってみたかった方ぜひ挑戦してください。今みたいに晴れてますとね、水しぶき上げてとっても気持ちいいですよ。あともう一つ日本でできないことは実弾射撃、ガンシューティング、この2つはぜひお見逃しなく、日本に帰ったから自慢できますよ。ですね、この中にいろんなスポーツの施設がございまして、半日間1日間やって利用するというオプショナルもございます。そのお隣、白くてそびえ立ってますのはパシフィックスターホテルです。今のところグアムでは一番背の高い19階建てのホテルです。そしてそのホテルのお隣見ますと1階建ての建物がたくさんありますところはグアムの老人ホームです。そして左側、黄色い建物第一ホテル、その向こう側が相鉄トロピカーナホテルです。
をこじった。そうだね。
ご搭乗券お客様1名ずつ